来るか。若林ロケーション実現に向けてあの人が動き出す WW、 オードリーのオールナイトニッポンで春日ロケーションの話題になり、若林さんは春日と里光が怖い芸人がいないところで自分たちのお笑いをのびのびやってるのを見るのが恥ずかしいというのがあり、まだ1回も見たことがないと明かすと、このちゃんに1回やってみたら楽しさがわかると思いますよと言われ、若林さんは春日も一番楽しいって言ってるからねと言うと、このちゃんがカスロケの楽しさとゆるさを力説し、若林ロケーションやってくださいよと提案し、このちゃんはそのまんま春日さんを若林さんにするのはどうですかと言うと、それだと比べられる感じが、それにリラックスしすぎてあんまり面白くならなさそうと話してました笑い。これを聞いたカスロケも担当してる日テレの演出家の八重沢さんが、若林ロケーションやりたいです、メンバー考えますと X で反応した。これにお日様たちは、キラリンちょっと焼き鳥食ってるところみたい、宮地すみれさんか加藤しおさんをお願いします、これはもうカトシとディズニーデート実現してもらうしか笑い、デミホ資格感あってめっちゃ良い、 ANNKW 聞いた感じだと若林さんにも突っ込めるこのちゃんが合ってるのかな、 OG だとミホが合ってそう、加藤しおちゃんとぜひと思っちゃうところだけど、ミトちゃんとか南原さんとかトスの表情でロケーションする姿も見たいな、若林ロケーションこそ美穂渡辺が最適だと思ってる、そういえば前に春日が松田なら俺は日向坂 OG でやろうかな、いやくって言ってたの笑い、渡辺美穂とかで実現したらすごいな笑い。